は賛美の中で何度も何度も宣言し告白していきます。今皆さんの中で受け取りたい、そう願っている方がおられれば、皆さん今日がその時だと思います。何か皆さんはそれに壁を作るんでしょうか、家の家計でしょうか、あるいは友達の助言でしょうか、職場の人でしょうか。私たちが受け取りたいというその素直な思いに神様は応えてくださる方です。どうか皆さん一緒に受け取りましょう。主です、神様に聞いてください。Thank you.